それでは1日1回オケルティンやっていきましょう。まずはですね、股関節のほぐしから入ります。ゆっくりと左右にバッタンバッタン足を倒していきましょう。ご覧の通りですね、ベッドで寝ながらできるものばかりですので、ぜひですね、ご自宅でなんか始めてみようかなっていう時にはぜひ、こちらのルーティン取り入れてみてください。もちろんですね、続けてやっていただくことで、継続の効果は増してきますから、ぜひ一緒に取り組んでいきましょう。すべてね、40秒ほどで種目が終わっていきますので、とっても手軽でございます。はい、下腹部だったりね、下っ腹をへこます、そしてお腹の脂肪を落とす、やっていきましょう。さあ、もうちょっとです。 1. はい、では次ですね、癒しのポーズやっていきたいと思います。膝の裏を抱えて少しゆらゆらと揺れていきます。自宅でね、簡単にできるダイエットですので、マンションの方でも一人暮らしの、ね、方でも誰でもね、初心者でもできるようになっております。で、特に飛ばないし寝ながらできますので、寝たままなんかな、やろうかなっていう、そういった気軽な気持ちで始めていただければと思います。でね、しっかりと気長にこう取り組んでいただくことで、成果はね、確実に出ていきますから、ぜひですね、特に初心者の方とか、ダイエットたくさんしてきた女性の方とかですね、多くの方に、やっていただきたいルーティンです。一緒に頑張りましょう。 3, 2, 1。はい、では次ですね、レッグスイッチといって膝を交互に抱えていくようなエクササイズになります。それではやっていきましょう。しっかりとね、膝をぐっと寄せて、で、伸ばしている方の足はご覧の通りですね、実はつかないぐらいで止めていきます。そうすることでしっかりね、おへそ効かせていきましょう。お腹ぽっこりしやすいので、しっかりとね、へこませておいてください。こういったお腹のトレーニングの時はへこませておくといい感じです。呼吸が止まりやすいですので、しっかりとね、呼吸をふっとね、やっていきましょう。はい、一応10分間のトレーニングにしてますが、今日はちょっとなーっていう方は3分とか5分とか、そういったね、半分にしたりですとか、ちょっときついなという時は再生速度を落としたりですね、そういった工夫をしながら、ぜひ継続を目標に頑張っていきましょう。さあ、もうちょっと次はね、カエルさんの足にして、お尻をぐーっと持ち上げていきます。はい、しっかりね、ダイエットをね、みんなで頑張りましょう。はい、いろんなね、ダイエットダンスとかね、ありますけれども、本当にね、ご自身が続けやすい運動をやっていくのがポイントだと思います。いきなりね、こうジムに行って重りはちょっとという方もやっぱいらっしゃると思います。もちろんね、その方が効果出やすい方もいらっしゃいますけれども、このね、自宅での運動、簡単な運動でもうバッチリ効果出る方だってね、こういらっしゃいます。私のチャンネルのコメント欄にも本当にね、成果報告がありますから、もう4より証拠ということで、ぜひね、やっていけたらというふうに思います。さあ、次はですね、膝を片方ずつ寄せていきますよ。胸に向かってグッと寄せていきましょう。この時におへそを引っ込めたままにしておいてください。そうすることで下腹部へこます運動になります。慣れてる方はこのように一回一回ね、膝つかず、足つかずにやっていきましょう。はい、初心者の方はこのようにしていただいて OK です。さあ、息止まりやすいですよ。ふう、よいしょ。おへそ引っ込めてね、スマホ見ながらとかで、ね、持ったままでできますので、気軽な気持ちでやってください。さあ、頑張ろう。よいしょ、よいしょ、もうちょっと、もうちょっと、はい、 OK です。さあ、次はね、片方の足でパカパカとね、膝パカしていきます。膝を持ち上げてください。スピード勝負じゃないので、ゆっくりと開いて戻すと繰り返していきましょう。内もも、そしてお腹ですね、これもお腹ね、ポコーンと出やすいですので、お腹引っ込めておいてくださいね。内ももね、隙間作る、やっていきます。しっかりとね、内ももも隙間を作る、そしてスキニーをね、かっこよく履く、もうシンプルなね、 T シャツジーンズでね、カリッと決まるような、体型に、ね、なっていくように、ぜひ一緒に頑張っていきましょう。足痩せにも効果的ですからね、しっかりと足を細くする方法ですから、頑張っていきましょう。 OK、 反対です。
さあ一緒にやっていきますよ。もう一度膝を持ち上げていただいたら、スタート。はい、ではぐーっとね、よいしょ。反対も同じようにスピード勝負ではないので、ゆっくり確実にやっていきます。はい、呼吸はね、止まらないことがポイントなので、数拍はご自身がやりやすい方で大丈夫です。足をね、こう落とす方をやりやすい、落とす時に吐く人がいいという人もいれば、落とす時は吸う方がいいなっていう人もね、いらっしゃいますので、ぜひご自身がどっちかなっていうのを確かめながらやってみてください。さあ、もう5分経ちました。皆さん、ここまでできましたか？半分もできたらね、もうバッチリですからね。はい、OK です。素晴らしい。次はね、足をパタパタパタとキックしていきますが、しっかりね、膝を曲げるのが大事です。曲げ切る。ふいふい。そうすることで、ももの前のストレッチをかけつつ、ももの裏、ここをね、しっかり収縮させていきます。ここは本当足上げにはすごい重要で、ここをしっかりと鍛えることで、そのお尻との境目できますし、お尻のお肉もね、取れてきますし、美脚にね、一歩リードしますから、ぜひね、頑張っていきましょう。ふふ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 。さあ、あと10秒、頑張りましょう。しっかりとね、呼吸止めないで。はい、OK です。頑張りました。次は膝を持ち上げて胸に寄せる、そして地面に近づけるを繰り返していきます。この時に重心をね、しっかりと引っ込めておくことを忘れずに行ってください。よいしょ、はい、よいしょ、はい、ふー、よいしょ、ふー。ぜひですね、ダイエット中の悩みとかあれば、全てね、答えられるか、これちょっと数にもよるんですけど、コメント欄にね、載せておいていただけたら、できる限りお答えしていきたいと思いますので、ぜひですね、コメント欄有効活用していただけたらと思います。結構ね、やっぱすごい数がコメントとか DM とかいただくので、なかなかこう、全員返信は難しいかもしれないんですけれども、やっていけたらと思っておりますので、ぜひですね、コメント欄お待ちしております。さあ、次は足を揃えてお尻をぐーっと持ち上げます。それでキープですね。もも裏、お尻、腰のあたりをすっきりとさせていきましょう。そう、お尻のお肉だったり腰肉撃退ですね。そう、もうね、腰肉のあたりもね、浮き輪肉なんてね、言われて、本当にね、パンツの上に乗っかってなんじゃこりゃってね、やっぱりなると思いますので、ぜひかっこよくさらっとね、こう T シャツとかジーンズ着こなすためにね、今からしっかりとやっていきましょう。さあ、もうちょっとあと10秒ですよ。きついときは無理しないでね。あと3秒、もうちょっと、はい、 OK です。さあ、ペダリングです。ペダリングできる限り大きく円を描いて、膝も胸に引き寄せるようにして頑張っていきましょう。スタート。よいしょ、よいしょ、よいしょ、ふふ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 。最近こう面白い漫画多いですね。ね、こうどんどんこう面白いのが出てきちゃうんで、もう大変ですね。はい、大変です。あれも読みたい、これも読みたいってね、どんどんこうAmazonの欲しいものリストが、溜まっていく日々でございます。はい、皆さんおすすめの漫画あったら教えてください。少年系は割と結構読むのでね。なんかあればお願いします。はい、 OK です。バッチリ。さあ、ではですね、パッタンパッタンと倒していきますよ。最初のですが、より、ね、大きく骨盤からねじっていく感じでやってみてください。これがね、最後になります。そう、ご褒美ルーティンです。これだけでもね、結構熱くなると思います。で、ここからこれをね、きっかけにしていただいて、あ、そういえば油物カットだったなっていう風にね、お食事の見直ししていただくと、しっかりと体が変化してくると思います。はい、こういった感じでね、運動も食事も継続です。そして継続は変化なりですので、一緒にですね、これからも綺麗な習慣化作っていきましょう。はい、お疲れ様でした。頑張った自分に拍手。
さあまたね、よければチャンネル登録していただいて一緒にルーティンいっぱいやっていきましょう。それではさようなら。